はい、どうもこんにちは、横川です。今回はカニバルくんを使っていこうかなと思います。ということでね、まあ、カニバルくんを使ってる理由なんですけども、はい、バベチリくんが、おーおーおー、バベチリくんが元に戻りましたよ。皆さん、よかったですね。僕もね、喜んでおります。どうしようかな、これ。そしてあそこ回してるね。行きましょうか。オッケー。オッケーです。ってことで、話の続きなんですけど、やっぱりね、あのオーラの表示の仕方、これはね、やっぱ運営さんも意図してなかったっぽいっすね。で、公式が発表した Q&A でもね、やっぱ意図してなかったんで、まあ元に戻すと、まあちょっと仮の調整をね、早めに入れようかな思ってます言うてね、文章がね、発表されてましたね。これで皆さんが抱えてるような悩みはね、ちょっと解消されたんちゃうかな。でね、やっぱりね、ほんまに見えにくい。うん。で、多分ですけどね、めちゃくちゃクレームが多かったやと思いますよ。やっぱそのオーラを変えることによって、もちろんね、このバベチリが見えにくくなるだけじゃなくてですね、もうその他いろんなことに弊害があったんで、で、多分あまりにもそのクレームの数が多くて、まあ急遽ね、戻すと、まあそういったことになったんやと思います。でまあカニバルくんもね、ご覧のありさまというか、もうめちゃくちゃ暴れててね、今回ちょっとオブセッションがいないんで、ね、ちょっと気の毒やなっていう感じなんですけど、僕はこのカニバルくんを強くしすぎたんで、まあ、調整のためそういった、ことしたんかなって思ってたんですけど、違うっぽいね。いやでも良かったです。まあ僕もこのゲームをやる上で何が楽しいか、まあもちろん勝つこともね、まあすごい、まあ喜びなんですけど、やっぱりね、ポイント、うん、ポイントが欲しい。やっぱポイントなかったらいろんなパーク試せないんでね、かなり重要なんですね、やっぱり。こんな化け物どうすんねんいう話ですね、ほんま。今噛みましたね、もう強すぎて。これはね、ほんまにね、とんでもない怪物を生み出してしまったかなっていうふうにね、思います。で、今使ってるんが、まあ、チリチリコンボっていうのを使ってるんですけど、まあ僕は勝手に呼んでるだけねんけど、このチリチリコンボがね、ほんまにもう、めちゃくちゃ強いです。ちょっと不利な状況から使ってみましょうか。はい、でこのあと2窓あるんでね、ただまあこれ普通に飛ばれると殴れるね。これは開けます。 DS がない分かってるんでね、よし。でロッカー DS も調整されるんかな、まあ、ロッカー DS は一応なんかテクニックみたいな捉えられ方してるんでね、まあでもテクニックじゃテクニックなんかな。うん、ただちょっとしんどいよね、ロッカー DS。まあ、キラーやってると思うんですけど。ほな、あと一人やね。救助いったかな？あまりにもゲームが早く終わってしまいそうなんですが。あ、一人死にましたね。助けいってへんかったかな？いました、いました。まあ今回ね、動画で何が言いたかったかというと、バベチリくんが元に戻りますよと、それが伝えたかったです。チェーンソーで壊すか。
お、やるやん。クロちゃんやるね。もう少し楽しめせん。はい。ということで、今回の動画は、バベチリくんが元に戻りますよという、動画でした。カニバルくん強いな。うん、まあ、今回でもたまたまうまくいった感はちょっと正直否めないんですが、でもやっぱ強いな、カニバルくん。よし。ということで、対戦ありがとうございました。まあ、一応ね、あの生存者の方のパーク見せようかなと思います。はい、ということで対戦ありがとうございました。あまりにもね、ちょっと試合時間短すぎたかなと思うんですが、カニバルくんがもう強すぎましたね。で、生存者のパークはこんな感じですね。多分これパークバグやと思います。はい、ということで今回は、バベチリくんが元に戻るよっていうね、もう一回テロップ出しとこうかなと思うんですけど、バベチリくんが元に戻るよっていう動画でした。いや、ほんまにね、ホッとしてます。ということで、動画最後までご視聴ありがとうございました。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。グッバイ、See you later.